はい、みんちゃん、ゲームイズスピロッツァーです。はい、皆さんこんにちは、しろです。というわけで、はい、スプリッツァー星5がね、情報修正入りましたんで、ちょっと進化の方を使っていこうかなと思います。早速ちょっと友情を出していくんですけれどもはい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 、とまあ大きく本当変わった点が、まあ、これですね、フォーミング12が長距離スパークバレットに変わりまして、でアビリティも追加されましたよと。マインスイーパー M と火薬がつきました。もともと獣キラーだけだったと思うんですけども、もう覚えてないと思うんですけどね、ほとんどの人は。で攻撃力が、一応5000ぐらい上がったのかな、結構上がりましたね。結構上がってるって感じで、はい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 、なんでまあ今回ちょっとね、僕が1体ねスプリッツァー1体しか持ってなかったんで、まあ、翔さん2体で1体爆発連れてきてるんですけども、まあなかなか多分これ大黒点で結構こんぐらい削ってるんで、星5制限とかで今後かなり使われそうな感じにはなってるんですよ、友情がね。反射なのが惜しいってぐらいだよね。そうだ、そうだね、いいね。でこれでも本当そうです、その通りですね。結構制限クエストで艦隊でイチャイチャとかしてるだけで結構溶けていくような、周回系のいい友情を本当にもらったなっていう、これ面白いのもらったな。にしてもでもまあ最近ちょっとコラボの星4個強すぎるから、これぐらいちょっとやってくれないとね、でも嬉しいですね、この既存のやつが重心、あの重心化じゃねえや、情報収集されてこうやって使えるようになるのは、これはそう、これ、助かる。こういうのが多少もうちょいいても今回は良かったと思うけど、なんか進化神化が両方謎にあるやつが情報修正の対象になってるんで、前回芝とかもさちょっと強くなったり、あとね、あのビーストとかもコピーもらったりしてちょっともらってた、強くなったりしたから、次あたりちょっとアルミラージとかあの辺も強くなる可能性ありますね。あ、そうね、削るね、削る削る、そうだよね、だって元々の調教スパークバレット星6だとアスカだったりあれから影響3500くらいあるんで、そうだよね、今回そう、あれでも思ったけど、あいつやばそうな、1000ぐらいしかされないのか、十分すぎる、大黒天かわいそうヒットポイント低っ。でも一応そう、回復も S とかじゃないか、回復だから、ね、そう、普通に回復量もらってるという、面白いな、また面白いのが生まれたな、これはね、だから結構自分もねこれ結構売ってたから1体しかいなかったけど、これは 2体っていいね。だからあと今後集めて90にする価値は全然あると思う、ありますね、コツコツ引いてって、ね、出たらなんかね、ビーストとかあのアマテラスが情報修正されたじゃないですか、めちゃくちゃ強く、その辺からね、俺なんか進化神化なんか星音号も3体分取っとくことになりました、取っとくようになりましたね。でもそ本当それが正しいっていうのは本当に今回思ったね、だから謎に俺スプリッツァー進化神化両方90でしたよいやそれマジ謎だった、自分ガチで、一括で売ってたからな、混ぜるのめんどくさいっすよね、そうこの辺はね、だから、でも結構手前でそうガチャ引く勢は気にしなくていいですね、でも手前で20連ぐらいしたけど、出なかったスプリッツァー、ちょうど、闇ガチャ来てたのに、あ、闇ガチャ出ないの珍しいですね、出なかった、いや、このために来てるわけじゃないけどね完全にこのためではないけどスプリッツァー1体狙いはね、ダッキー1体、アリババ2体、トール1体出たからね、死ぬわけで、ダッキー欲しい、あ、だからそうか、ダッキーは闇だもんね、そう闇はちょっと剣シリーズの時にダッキーの曲にしたいんだよな、闇へ、そう最後か、じゃあそうっぽいですね、一般的には最後か、まあでもここがキー最初になったから光闇は確かにここで急に別になるかもしれない、順番関係ないと、これいいな、でもサクサクっすね、超スパークは強い、こうやってもなんか敵が雑魚だとサクサク突破してくれますよね、こんぐらいの HP だったら余裕だ、大国は比較的低い方ではありますからね、そう、まあ異性層はその中でも、まあ、攻撃上がったから多少スピードがアップと書いてあるけど、多少火力の面ではちょっと変わってるかもしれないけど、いや、分からんかな、でも元使ったことある人の方が少ないでしょ、これ、これ変な星6の重心化とか使ってるよ、よっぽど楽しいですねこれ楽しい、本当に楽しい、これそれは本当に、これお面壊しちゃうから、確かにな、どうしようかな、ちょっとお面もめっちゃ削れてる、いや確かに変な重心化よりも楽しい、マジ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 、お前それは大先輩だぞ、本当に、うわー壊れるぞ、これ1個じゃない、ダメ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 、あ、大丈夫だ、
多分大丈夫。あ、オッケー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 、これ大丈夫なやつだ。オッケー、あ、よかった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 。もう今 SS が強かったのか何だか分からなかったもんな今は。何かね、スプリッツ、そっか、これ本体は厳重なのか。結構妖精的として出てくることが多いからさ。あ、そうそう、私もうクシナダのイメージ強すぎて、そう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 、敵のイメージが本当にこういった強い味方だったんだよね、そういえばね、うん、地獄だな、左上。そうだよな、進化前とか見ることないから。つえ、普通に火力出してるのが笑うわ。一体でしょって今、弱点目の前、剣でかい。やっぱ大黒線マジ来れてるのすげえな、うん、だいぶすごい回復偉いな回復偉い、うん、これ割っちゃいそうなんで撃っていいんじゃないですか。撃ってみる。撃っていいんじゃない。こいつ言わない。倒せないかもしれないけど、いや、倒せないから。倒せるのかな倒せないまである気がする。さあちょっと、うん、うわぁザオっすね。スプリッツさんが強いな。スプリッツさんが強いっていうエメロラより。びっくりした。うん、オッケーオッケーオッケー。昔はここの枠もこいつしかいなかったのに。確かに最初こいつで、ね、そう、最初のダイブ、そう、ね、うん、うん、獣キラーが地味に刺さってるからね。これ乗るからね、うん、あ、そうか、あいつに乗ってんだ、ちゃんと。だから獣キラー乗るから最強なんだよ、こいつは。え、どうしよう、直に行くか。いや、偉いな、スパバレマジで。いい塊だ。純粋な SS を見てみたいけど、しながら、うん、急がもらってんのかな、こいつ。いや、スピードしか上がってないんじゃないかなめっちゃ弱いんじゃないかな、うん、早い早い早い、うまいうまいうまい、早いぞ意外と。壊れちゃう壊れちゃう。あ、いいね、壊れてないのでかいぞ。あ、最低だな思いまして、ね、まあ終わるんじゃないかな。俺だったら余裕でやれるそう、うん、いやでもこれレーサーでしょ、これその後バカつくでしょ、倒さなきゃ死亡じゃん事件ですね。いや、これちょっとアンパイコ、うん、スプリーそうですね。エメダル当たってくれたら嬉しいですね。オッケー、当たれたれ、回復が入るんで、とりあえず爆発で死んじゃう。マジマジマジ、でっけー、当たる。いや、これ死ぬんじゃね。4万6千溶けね。あ、強っえ、これ全員クラスで7本食らうのこれまあでもそれはちょっと、うん、いいとこは見せたんでいいんじゃないですか、うんうん、はい、うん、というわけで今回一応スプリッツァー進化をね、うん、使ってまいりましたけれども、いや、これ制限使えるでしょ、うんうん、制限では今後マジで普通に使えるスペックだと思いますんで、うん、持ってる人はちょっとね育ててみてもいいんじゃないかなって。そうですね、今後ちょっと出た人も売らないようにする方がスプリッツァーはちょっと賢明かな。うん、間違いない、ちびちび使えると思う。東京スパークワレットは多分星5だったら初なんじゃないかな、うん、ですね。カミカも一応あれですよね、調教プラズマかなんかになって重力ダメージになってるね。カミカはヤバリティの汎用性が増して、うん、まあ友情もね調教プラズマになってるんで、うん、多分星4号のプラズマ持ってるやつは多分ほとんどいないと思うけど、ない、だから調教プラズマに関しては初なんじゃないですか。初、うん、うん、絶対初だよね。こっちも獣キラーなんだってオペコと組み合わせろってかこれ確かにほぼ一緒だからねアビリティとアビリティと友情同じだからね、オペコと。マジで、うん、まあ、こっちもこっちでね、早瀬高いよっていうところで、はい、ですね、はい、今回は2つ使ってまいりましたけれども、はい、よかったっすね、うん、これ妖精キラーとかにしてくれたらデーバだったとかでも使えたっぽいのにね。あー、うん、妖精の方が、まあ、もうちょい汎用性高かったから、うん、キラーとしては基本はどうしても防御弾雑魚だからな、うん、うん、
まあ、なんか文句なかったですね。これ制限で使ってみたいですね、うん、ちょっとね。はい、というわけなんで、うん、はい、まあ、ここでも強かったとか、あそこでもね、強かったとか、スクイッチはぜひありましたら、コメント欄よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとは、まあ、こいつも強かったとか、この星4号もちょっと強かったですみたいなね、ありましたらぜひね、よろしくお願いします。まあ、全部ちょっとね、今回も使ってるわけじゃないんで、うん、あれですけれども。あとは一応、馬上が、ね、うん、チャイコみたいな感じで、永続スピンオフが書けるようにはなったんで、うん、新たな、そこの加速、ブーストワークにはなってると思う。そうですね、他で言うとそうだね、うん、だからなんかすっげーめちゃくちゃパッとしたかって言われるとそうでもないよね。やっぱり AGB が超 AGB になったとかさ、あのクレパトランスロックスクラスのなんか修正のやつは今回なかったよね、うん、まあ、んだよね、うん、まあ、限定いなかったからね、ちょっとそうそうね、うん、血開けてみて、うん、でもそれこそウリエルとかさあってもいいぐらいの限定にはなってきてはいるんで、うん、なんかちょっと重心化が近いからわざと来ないのかなっていう感じもしますよね。うん、うん、であとリプですっごいいただいたんですけど、前さフレームが強化されたじゃん、全部されたされされた、破裂さん劇団やってもよかったんじゃないかなってちょっと思ってるまあね、でも確かにな、その辺のちょっともう友情としても弱いものは、そうっすね、全体のね修正入れてもいいよね、うん、そういうのはあるな、してほしいマジで。確かに、てか、まあ、1体はなんか今後なんかもうこの限定はないだろうみたいな、1体入れてもいいよね、うん、確かに限定は1体入れてくれると、ね、やっぱ目玉になるから、目玉があるね、うん、限定はだって限定らしくあるべきだから、うん、チンギさんの気持ち考えたことある？本当に、いや、なんかその辺のもう確かに属性限いったやつは全然あっていいんだよな、うん、ね、そうっすよね、属性限だったらいいっすよね、うん、あ、まあでも今属性限強化しちゃうと、あの剣シリーズまで待とうってなって結局売り上げに繋がらないのかもしれないですね。あ、うん、まあ、チンギスだったら逆に目玉2つになるじゃんね本当にねでもいいと思うけどね、本当にうれちかとマジいいと思うけど、2体あれになるから、まあでもおとなしく待ちますよ私は。でも俺は千代にダッシュしかつけなかったことをね許さないから俺は許しません、あれを、あれを許しませんから、私は。うん、なるほどね、はい、しかも、ああ、でも、うん、はいはい、まあ、一応こう、そうね、ダッシュがついてる、うん、はい、はい、というわけなんで、まあ、他にもぜひね、うん、このキャラ使ってみてありまして、ぜひよろしくお願いします。お願いします。いや、でもスプリッツァー、でもほんと、ま、うん、進化も神化もまがまがしいねって人はチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回も、ニューメンテージの時代から起きました、スピロッツァーでした。シロでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録わかりますわかりますその君もなくなっちゃったから、わかるよわかるよチャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録ね、はい、教えてあげればね。